要するにレスリングにおいてリストを取られた、取られたってことはちょっと危機感を覚えなきゃいけない。これはまあ、あの自分にとって不利であって相手にとって有利である、そういうことをしっかり頭に意識しておかなければいけないということを、意識して、で、取り返しました。で次の段階に行きます。取り返したら続いて肘よりちょっと上のこの二の腕のこの肉のあたりですねに、小指と薬指、このここのちょっと力を使ってですね、チェック、あのカタカナのレを書くような感じでいきます。もう一回いきましょう。取られました、取り返します。書いてバッコ、逆でもやってみましょう、はい、レスリーの構えです。取り返した、僕、まあ、見ても分かるように一歩も動いてません。この動作だけで相手をコントロールできるということを、まあ、意識して